さんです。あ、ちょっと今オリンピックの、そうなんです、今ね忙しいんで、スタジオでね、あの、テレビが張りまして、皆さん、ね、お父さんね、ずっとね、見てるんですけど、言っちゃダメなんですよ、いろいろと。でも、中は言っちゃいけないです。そうなんですよ。お父さん、ありがとうございます。どうもです。ようやくやってまいりました。ありがとうございます。剛のラジオに。よかった。スパカン。もう、メグタンをやってる間は絶対お呼びさせていただきたいなと思って。呼んでもらえるって聞いてたんで。そうなんですけど。本当にまさか、昨日言われて今日来ることになるなんて。また昨日でした。あのね、しげさんにも、とつぎさんにも怒られたんですよ。お、急すぎるだろうって言われて。いや、でも、ね。いや、多分それこちらとしてもなんかいろいろあったと思うんですよね、つって。いや、でもそれ突然でもやっぱ呼んでもらえると嬉しくて、もう来ちゃう。いやでもすごい忙しいんですよ、僕だって。どうぞ自分から言ってきた。結構忙しいんですよ。もう今日だって、もう千葉に行って、はい、サーフィンして、そしたらこんなに焼けちゃって。焼けちゃってるよ、うん。そうなんですよ。サーフィンやるんですね。サーフィンをこう、まあ、始めて5年ぐらいなんですけどね。あ、そうなんですか。もともと僕、北海道の劇団の人ですから、はい、北海道でサーフィンを始めて。はい、やってるんですよ、その時は。で、こっち側にちょっといろいろ家とか借りるようになってから、はい、こっちでも行くようにして。はあ。で、一緒に行ってるのが川岡大二郎っていうね、俳優がいてね。はい、今日も大二郎と一緒でした。今日も大二郎と一緒で。ああ。その川岡大二郎、僕はあの、サマンタイマシンブルースって映画 あのデビュー作が一緒で、仲良しなんですけど。そうでしょう。彼はまたね、サーフィン上手なんです。そう。上手なんだ。あいつうまそうですね。あいつうまい、そういうのが。あいつの結婚式の司会俺やってるんですよ。そうそう。まあそこの結婚式に俺もいたけど。あ、そうそう、お父さんいたんですよ。それをなぜか見てたけどね。見てた、そうそうそう。そう、仲いいな。そうなんですよ。そんなに仲いい、ね。大二郎早く呼びたいですけどね。そうなんです。でも今日はね、ようやく目標だった波にレールを入れて横に滑っていくのをちゃんと今日できるようになったんで、うん、今日一日満足します。どうもありがとう。どうもありがとう。自分から始めて。やりきった。出た、完結するやつ。今日やりきっちゃった、本当に。今日締めくくる意味での、そしてこのスパ缶です。あら、それで、そのサーフィンのあれができて。そう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 。今日も横にレールをここでも入れていこうかと思う。ああ、よく、ただその、アイディア君の僕は横にレールを入れる意味がよくわかってないから、うまく。おっと、これは、おっと、これはもう話が平行線だぞ。見つめ合うばかりだ。一体どうなるんだ実況中継。まあね、いやいや、まあ、ちなみにこう来た波にこう横にこうグッとエッジを入れて、うん、それでそのまま波を横側に滑っていくと、うん、そのまま行ったらまっすぐ滑り降りちゃうから、はい、横に滑って長く滑るためのコツみたいな、うん、そういうのがね、今日はこのサーフィン講座をお送りしておりますけれども、どうもありがとうございました。なあ、もうラックスの皆さん、本当にラジオで慣れてるんですよ。ラジオでやっぱね、北海道でずっとやらせてもらってたから、うん、そうなんですよね。そう、なんかね、落ち着くのね。ああ。ナックスさんでやってたんですか？それともみんな、ナックスでもやってましたし、個人でもやってましたし。お一人でもやられてたんですか、ね、一人でもやってました。あららら。なもんで、こう、なんか。全然慣れてますもんね。そうでしょ？この、見てこの余裕。スイッチオンしてからのなんかいい状態っていう？なんか。そう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 。もう左肘こうついちゃって。あ、ついちゃった。斜めになって。斜めになっちゃってるもんね。今日なんかもう、ジャージの短パンで来ちゃったもん。いや、いいと思います。まあ、それはサーフィンの名残なんだけど。